ピードは遅くなりますが、それでも短距離の陸上選手並みの速さで向かっています。ではどうやって津波から逃げればよいのでしょうか。答えは早く高いところへ逃げることです。海岸付近で強い揺れを感じたら津波を心配してすぐに逃げましょう。地震がありました。揺れが強かった沿岸部では念のため津波に注意してください。津波警報が発表されました。津波警報が出ている海岸や河口付近の皆さんは高台など安全な場所に早く避難してください。雪がたくさん降るのは内陸の山沿いの地域で、海辺の平野部でたくさん雪が降ることは珍しいんだ。衛星画像を見ると日本海から筋のような雲が日本列島に吹き込んでいる。この雲を作る強い風が山脈にぶつかって新潟県の山沿いに雪を降らせるということが予想された。北西の季節風はまだ弱かったけれど、新潟地方気象台は気象情報とともに大雪や雷、雪崩などの注意報を発表して県内の各地に警戒を呼びかけた。そして2月3日の深夜から海岸沿いの平野部に雪が降り始めた。4日の早朝にかけて新潟市内に積もった雪は40センチを超えた。レーダーで観測すると少しでも異変を感じたら安全なところにすぐに避難してください。